ママが肉を焼きます。はい、これなんかステーキみたいですね。うん、なんかね、じゃじゃーんと。あれ、何これ。これ油じゃないの。油なの。そう、油。わあ、すごい、なんか美味しそうでしょ。肉油、肉油、なんか美味しい肉見るね。すごい、油溶けてるよ。ちょっとちょっと、びっくりした。サランラップごと焼くのかと思ったよ。焼かないよ、狂ってるでした。繰り返しちゃう、うん、もう超えてるから。あ、わー、美味しそうだね、これ。そう、はい、消します。はい、出来上がりってことで。で、できましたね。うん、危ない、危ない。ちょっと握り食べる？ネギ。あ、じゃあちょっといただきます。うん、野菜取らないと。まえちゃん、割れたらどうするの？はい、怒られた、知ってるよ。うん、わー、肉柔らかいな、これ。うわ、どうですか？柔らかい。柔らかい。うん、ステーキよりこれが多いとかな。うん、この方がなんか安いくてね。うん、うん、まあね、まいちゃんはなんで食べてないかっていうと、すでにもう食べたんですね。うん、あら、これ美味しい。うん、美味しいでしょ。うん、はいはいはい、おお、待て、これ怖いね。やばい、これ食べやすい。ステーキよりこれハワイと思います。うん、あー、まいちゃん、ステーキよりはママこれハワイ。柔らかいね。うん、ただ切らなってすごいでしょ。うん、ステーキなら切らないといけないから。ベトナム時間の朝6時にさ、ママのお母さんに電話しようとしたでしょ。そう、だ、寝てるからやめた方がいいって言ってんのに。今日平日だからな、タムちゃんが学校行かないといけないでしょ。うん、だからもう起きてると思うよ。わ、朝ごはんとか作らないといけないでしょ。うん、朝ごはんは、うん、あのお店でバイミーとか、うん、フーテューとか、うん、食べていく。そうなんだ。うん、高いステーキだったらもうめっちゃ柔らかくて脂乗ってて美味しいっていうのはあるけど、うん、ちょっと安めのさ、ステーキ買えば硬いじゃない。そうですよね。こういう肉買って食べた方が美味しいよね。やっぱりこれステーキみたいですけど、切らなくて済むでしょ。うん、で、中はちょっとトロトロ。うん、クレヨンでさ、口の中入れてさ、うん、遊んでたもんね。あんなの？そう、口に入れても大丈夫なクレヨン買ったから、うん、子供用のね。うん、ほんと目離せないね、まいちゃんね。で、流すよ。
ってるかおきうん、生もなけたということで、バイバーイ。